どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、音楽始めましょう。はい、今回のテーマソングはですね、2020年、コロナが襲いまして、みんなステイホームになりました。その中でレコーディングされたというスピッツの猫ちぐら、こちらの曲をこのウクレレでガズレレ流シンプル簡単バージョンでやってみようと思います。この曲はそのステイホームでスピッツのメンバーがそれぞれの自宅でね、こうオンラインでレコーディングされたという逸話がありましてね、これまたね、今本当歌うによバッチリな曲だと思います。心込めて優しく歌いましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、後半はですね、そこにまたリズムちょっとこう切ない感じの、リズムを加えたかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くの最高ですけど、やる方がもっと最高なんです。始めましょう。音楽はね、やった方が本当にね楽しいですよ。ということでガズレレやっております。楽器触ったこともなくて、もう不器用で、もうとてもじゃないけど私には楽器無理と諦めていた方が、あれよあれよとウクレレで弾き語りができるプログラムがガズレレにはございまして、そのプログラムを見て全世界中の方がもう何万人もウクレレで音楽始めてます。皆さんも始めましょう。とにかく簡単にしてます。簡単なんだけど、やっていくと深みも分かってきて、かっこいいバージョンもどんどんレベルアップしていくシステムになってますんでね、大いにやっていきましょう。 YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られて無料、もうちょっとしたらこのリンクあります。このリンク先に行っていただいて、上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけです。それでは皆さん、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1300曲以上上がっているというふうになっております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 ショール、ナスベル、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、世の中にある曲をちょっとずつこのね、簡単アレンジしてウクレレで弾けるようにお届けしております。皆さん、これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速心を込めてやってみましょう。スピッツの猫ちぐら、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみます。わ2 3 4 意地悪少し笑顔は多めに汚れちまいそうな白いシャツ着て針の行列またいて歩き、不器用に丸気に握り飯食べて、流れに任せにいた景色、上書きしてきた猫ちぐら、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。猫ちぐらってなんかこうい
あの猫が入るこうちっちゃいお家みたいなものらしいんですけど、なんかこのステイホームとそれがこうミックスされて、歌詞もね結構グッとくる感じで、ではスローでやっぱりこうなんというかスピッツ独特のこの切なさみたいなのがすごくたっぷりの曲で、もう楽しんでいきましょう。で今のね曲、あのガズレレバージョンはちょっとショートカットバージョンさせております。2番目のね B メロをちょっとショートカットさせていただいてるんですけど、これコード進行一緒で1番のコード進行そのまま B メロ持ってきて歌詞を書き足すと、オリジナルでできますので、皆さんオリジナルで楽書き出してご自身でどんどんやってみてください。で今のガズレレ流オリジナルショートカットアレンジバージョン YouTube と一緒にできた方もやっぱりそれを書き出してですね、ご自身だけで歌ってみるのをお勧めしております。その時にですねやっぱり、何かのこの参考になるように、私がこのいつも使ってる書いてる書き出してるノートをこうやって写してるんですけど、今これガズクラブというサービスが始まりまして、このガズクラブというのはですねクラブ会費毎月660円を頂戴して、皆さんこの写してるこのねノートをこうスキャンしたものが皆さんのお手元にデータで、ダウンロードでお届けできるという、しかもこの速さが結構ポイントだと思います。例えば今日か明日か明後日ぐらいにはこれ皆さんのお手元に届けられるというスピード感でやってるっていうのが、で、しかもですね、今までガズレレが取りためてるありとあらゆる音楽チャンネル曲、どん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 そこのリストに追加されてますんで、その中が5曲、もうちょっと追加もできますけどね、ダウンロードして楽しんでいきましょうというサービスがあります。あとそのガズクラブの中では、その曲のダウンロードの他にも、オンライン限定、ガズクラブ限定オンラインライブイベント、昨日の夜もやって、もうすっごい汗だくて盛り上がりましたけどね。あと、それで SNS があって、そこで質問したり、いろいろテーマを決めて、なんかいろいろ発表したりとか、そんなことやってます。ガズクラブ活動。皆さん参加待ってますよ。はい、そういうわけで映したいと思います。こちら。ちょっと見てもらうとわかるんですよ。これ、下にくるっと囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンですけど、これ結構後半ではね、いろんなもん出てくるんですけど、安心してください。そんなに難しくないです。こうやって書くとすごいけれどもね。で、今やったシンプル簡単バージョンは上の段をやったということですけどね。これがイントロでございます。ここから A メロ。はい。参考になるように、なればいいと思うんですけど、メモってください。ここもね、くるっと書いてあるのは、後半やるかっこいいバージョンですね。で、このガズの楽譜のポイントは、この、イジワールスっていう感じで伸ばすところとか、ひらがな表記だったりとか、この黒い点でリズムを取ってます。イジワールス腰、トン、ここでリズムを測る。これがね、結構参考になると思われます。ひとまずこれ一時停止でメモっていてください。はい。ちょっとね、これ分かりづらいという方は、まあもちろん動画のテロップを一時停止で書いてもらうのがいいと思います。はい、いいかな。じゃあ次のパース。ここの4行。はい。一時停止で。はい。じゃあ次のバース、ここかな。はい。本当はここの間に B メロの2番が入るんですけど、ちょっとこう都合上、はい。繰り返しになりますので、ぜひ皆さんご自身でこう書き出してやってみてください。はい。ですかね。で、よく見てもらうと、ここにフレーズ1って書いてあるので、結構そこかしこに出てくるんですけど、これも後で解説していきますね。はい。じゃあ出てくるコード解説。赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンでしか出てこないんで、今やったのはこのテ今映ってるこれね、言っていきます。C と Am と F と Dm、D7、G7、E7Em7。これはもう典型的なですね、ガズレレの入門コードですね。1、2、3、4、5、6、7、8個出てくるのかな。はい。この8個のコードはこれです。ドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのはいつも毎度おなじみなんですけど、ウクレレにとって、もう欠かせない入門コードのグループでございます。コードっていうのを覚えなきゃいけませんね。ウクレレ音楽始める上では。なんだけど、コードって星の数ほど本当はあって、もうすごくもう大変なんですよ。実際。だけど、ウクレレではですね、すごく簡単にできるグループっていうのが存在してまして、他の楽器ではそういうのないんですよ。ウクレレだけが持ってるそのチームがあるんですね。最強チームです。これをガズレレ必須コードと言ってまして、10個あるんですよ。この10個さえ覚えちゃえば、ほんといろんな曲、ガズレレでアップロードされてる1300曲ぐらいの曲、8割9割できるというぐらいすごいコードなんですけど、でも10個ですよ。10個もあるのかとか思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらこれも1個のコード、これも1個のコード、これも1個。というような感じで、1個ずつ見たら簡単。だけど、10個いっぺんに覚えようと思うと頭がごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃ分かりやすい動画、ここにリンク貼っておきます。ここの動画を見てもらうと、このガズレレ必須コード10個、スイスイ覚えられますんで、コードを覚えていきましょう。今日はその10個の中の8個が、シンプル簡単バージョンでは登場しました。はい。で、この曲なんですけど、さっき何回も言うように、こう、歌がね、結構落ち着いた。まさにこう、ステイホームの中で撮られたという感じで、こう、熱唱してロックって感じでも、やっぱなくてね、そのなんかこう、猫のあのちっちゃいお部屋に、こう、入って考え込んでるっていう、そんなね、感じのイメージがいいと思うんですけど、ね、じゃあ、ここからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンでコードが追加されます。ちょっと順番に見ていきましょうか。一応ね、こう映しとこう。C のサスフォーと C の AUG、オーギュメントと呼びます。はい。あとは G7 のサスフォーですね。はい。じゃあ、まず C のサスフォーからいきます。C のサスフォーっていうのは C を押さえたまま、ここ、2弦の1フレットです。これです。C サスフォーから C。
これが結構出てくるんですよ。A メロの A メロっていうか、うん、意地悪少し、これを使います。 C サスポ、はい。そしてですね、G7 サスポっていうのを先やろうかな。 G7 サスポっていうのは G7 をまず押さえます。 G7 っていう入門コード、この三角形ですね。これ小指見ててください。これ足したら G7 サスポ、離したら G7 ですね。これも今の A メロのところでもしょっちゅう出てくるんで、これは覚えておいてください。 G7 サスポ、はい。そして今日のキーポイントになるのがこの CAUG ということ、オーギュメント。これはですね、 C を押さえて4弦の1フレット、ここです。弾きますよ。これだけ聞くとちょっと気持ち悪いけど、ここちょっとやってみると、流れに任せにた景色、だんだん落ちてくる。かっこいいでしょ。これ使っていきましょう。 CA で、ここね、シンプル簡単バージョンは E7 でアレンジしたんですけど、 E7 よりこっちの方がもう簡単ですからね。はい、まあこっちにぜひ AC オーギュメント、やってみてくださいということです。コード、このコードが足されるだけでだいぶね、すごくイメージが良くなると思います。はい、それでは今度はね、ちょっといろいろ解説しようと思うんですけど、さっき見てもらって分かると思うんですけど、こういう感じでね、ワンブロックに4つ入ってきたりするの結構ありますんで、ね、ここでコードがどんどん変わっていったりとかします。はい。ここら辺よく、テロップでわーってなんない。一応色を変えて出しておきますけどね。そんな感じでやってみようと思います。そしてあと弾き方ですけど、これはですね、やっぱりいろいろ迷うところなんですけど、やっぱり前半は結構おとなしめなので、まあ、はい、こちら。前半はガスペジオでやってみようと思います。意地悪少し、笑顔は多めに、こんな感じでいこうと思います。しっとりと落ち着いて、はい、もう猫ちぐらに入ってる気分で今やるのがいいと思います。まあガズベッチョで、後半ですね、後半ではちょっと盛り上げたいなということで16ビートのチャでやります。これすごくシンプルなやつです。これもゆったりね、感じの16ビートのチャということでしょうか。はい、ということでガスペジオと16ビートのチャ、この2つのリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガスペジオと16ビートのチャという動画がアップロードされてますので、その動画を見てリズムトレーニングやってみましょう。ガスペジオはですね、弾くのは結構簡単ですけど、まあやっぱりリズムをしっかりキープして淡々とこの切なさを醸し出せるように弾くには、ちょっとね、やっぱ慣れが必要だと思います。16ビートのチャっていうのは、これ一番やっぱり難しいリズムで、このバラード系の16ビートのチャが一番憧れちゃうけど難しいというやつで、手首を柔らかく、こう大きいリズムで取るっていうのがポイントで、肘をね、使わないでください。手首がいいですよ。こうやって弾くと、ここ疲れちゃいますからね。手首をこうやって、はい、柔らかく、動画の方でちょっとやってみてください。基本的には8ビートというリズムがこのストロークの基本ですんでね。こういうのやったことない方は8ビートからやってくるのをお勧めいたします。はい、そして今日の一番キーポイントになるところがですね、このフレーズ1って書いてあるところがさっきノートであったんですけど、ちょっとそこをやってみましょうか。まずイントロが、次いきますよ。最後分かった、デンデレデンデン、 C をドーンと弾くでしょ。その次2弦の1フレット、1フレットと、これをすぐ離して、3弦の2フレットです。要は、2弦の1、2弦の0、3弦の2フレット。はい。これ結構簡単にできるんじゃないか。どうだ?ダーン、ダダダン、ダーン。コードネームでいくと C サスポーなんですよ。で次 C でしょ。その次 C 押さえたまんま、こことここね、これ C アドナインスというコード名ですけど、これを瞬間的に C から C で伸ばして、 C サスポー、 C 一瞬入れて、 C アドナインス弾いて C です。はい、これが結構印象的で、結構これいっぱい入ってきますね、そこかしこに。これを弾いて、例えばこれをガスペジオでやると、こんな感じかな。これは、左手だけでこう、引っ張っちゃう。はい、こんな感じになると思うんですけど、
これちょっと表で表すとこういう風になると思います。もう一回ちょっとじゃあ、いきますよ。最初 C を弾いて、次、2弦の1フレットを足す、一瞬です。その次また離して C に戻って、次 C 押さえたまま3弦の2フレットも弾いて、また C、 これをタイミングでダーンダダダンダーンダーンダダダンダーン、はい、あ、ガスベージュ上でやる方がちょっとこれ難しいかな。はい、右手は1回弾いて左手だけ離す、はい、小指のここは離さないですよ、はい、この辺のフレーズが、かっこいいんで入れていきましょう。これ難しかったらちょっと後回しです。ちょっと慣れてきたらこれに挑戦していってください。このフレーズ以外のところはですね、もうほんとおおらかに淡々として、まあワンブロックにコード4つ入るっていうところはあるんですけど、特に決めもなくね、こう紡がれていくというようなイメージなんですけど、歌のですねメロディーラインがこれすっごく難しいです。あの最初のところの汚れちまいそう、このね下から上までね、どん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 って出るんで、まあここら辺歌はね、あのかなり難しいと思いますね。だから息いっぱい吸い込んで、こう腹式呼吸でやんないとこれちょっとあの音程が乱れちゃうやつだと思います。そんなのもね、こう本当あの微妙なところまでコントロールできるようにするのがいいかなというふうに思いますね。まずは最初4つ弾きでね、歌の練習をしっかりするのも結構キーポイントになるかなと思いますけど、この曲の場合は4つ弾きでも結構もうね世界観出せると思いますので、はい、いろんな方向からこの曲を深めていくのがいいんではないかなというふうに思います。まあまあ心込めてね、そこがポイントになります。はい、それではやってみましょう。スピッツの猫チグラ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1, 2, 3, 4. ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。はい、本当今の時期ね、こうそういう真っ只中にいるわけじゃないですか。その気持ちをこう音楽に乗せる、
まあ、今本当に歌いたい曲かなというふうに思いました。これウクレレで弾くにもすごくマッチする素敵な曲だと思います。大いに歌っていきましょう。さあ皆さん、この楽しさ、教えてあげてください、周りの方に。はい、音楽やると楽しいよということで、このガズレレ YouTube チャンネルぜひご活用くださいね。はい、いいねとかチャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。さあ、このガズのわがままウクレレ、今事前予約注文を、再開させていただいたんですけど、もう多分です、今日あたりもうなくなっちゃうかなというギリギリのところだと思うんですけど、一応ここにリンク貼っておきます。ウクレレのこと、分かるようにブログに書いてますんでよろしくお願いします。そして先ほどから何回も言ってますけど、このガズクラブもね、これも相当盛り上がってますんで、これもぜひ皆さんチェックしておいてくださいね。ここの中でやってるねオンラインイベントとかね、もう本当に楽しい、毎日 SNS で動いてるっていうのも楽しいですし、あとはもうどんどんお知らせをしますけど、このこれガズレシピ、これガズレレのアプリです。楽譜が見れるアプリ、スクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能がついてて、今100曲ぐらいのね、多分曲、あ、じゃね、80曲ぐらい、どんどんこれも増えていきますんでね、これ無料版もありますんで、皆さんのスマホやタブレットにぜひとも入れておいてください。あとはですね、いろいろあるんですけど、あ、これがあるな、これ。このガズの出している本、この書籍、これがもう大ヒット中でございます。皆さんもうお手に取ってくれたでしょうか。シンプル簡単バージョンですけど、100曲100曲と。あと、初心者様にはこれがおすすめ、緑の本。これがですね、もうこの3冊で、通ったら9万部に迫る勢いのこの、発行部数になってまして、もう本当に皆さんご活用くださってどうもありがとうございます。どんどんこういうのをね、使って楽しく音楽していきましょう。あとはこのいつも使ってるウクレレについてるストラップ。これマイハニーがもうハンドメイドで作っていたりとか、キャップ、T シャツ、あとはこれがリュックサック。これもですね、もうこのリュックサックがですね、まあまあ私がデザインしてるんですけど、これウクレレが入るリュックサックなんです。ここにガズレのプリントが、ブラックにブラックプリントであるんですけど、ここにハンドルがついて横持ちでも持ってます。そしてこれ中開けると、こうちっちゃいポーチ、脱着型のポーチでチューナーを入れたり、カップを入れたりとか、あとティッシュ入れたりとか、あとこっちを譜面台が入るカバーがついてます。これ脱着可能なんで、必要なければ外して何かに使っていただいてもいいし、これをウクレレはね、コンサートまで入るんですよ。でももちろん楽器用なんで、これ生地もすごく分厚くてしっかりしてますんでね、ぜひこれもご活用ください。そんなことはね、ガズレレドットコムだな、やっぱここ見てもらうともういろんなこと書いてありますね。はい、そしてね、ガズレレではもう本当にいろんな最新情報がもうボコボコ立ち上がってますんで、まあ、このガズレレホームページでなんか逐一チェックしてくださると、とってもありがたいんで、よろしくお願いします。はい、そういうわけでこのちっちゃいウクレレで楽しい音楽人生、音楽のある日常っていうのが、これがまあ最高の豊かな時間でございます。本当に楽しんでいきましょう。いつもガズレレ YouTube チャンネルご覧になってくださってありがとうございます。はい、また会いましょう。さようなら、バイバイ。